Hola, somos Yuli y Takashi. Y para el video del día de hoy le voy a mostrar a Takashi los mejores memes según ustedes. Kyō wa ne, meme series no saigo no douga desu. Final. Meme is the final.あのね、最初のミームの動画でジュリが選んだミームは面白くないって言われた。だけどね、その時も私は勝手に探して選んだわけじゃない。みんなに送ってもらって送ってもらった中私選んだ、うん、だけど結局面白くなかったっていう声がたくさんありました。あ、そうですか。2個ぐらいしか笑ってない。だから2ヶ月前ぐらいお正月のライブした時に最強のミム送って、私に送ってって言ってライブにいた人たちは私に最強のミムを送りました。なるほど、なるほどですね。つまり最強に面白いミムが今日集まったということですね。はい、たかしに面白いかどうかわからない。これだからそれで笑わなかったらたかしはミム笑わない人になってる。だって最強のミームなんでしょ、うん、ああこれはいい戦い。あのね、最強のミームと言ってもこの動画を見る人たちは面白くないっていうかもしれないけど、この動画何回も何回も繰り返すと思うから、もうこれはファイナル。さあ来なさいミームたちよ。ミームっていうのは前の動画で勉強したけど、画像の中に言葉が入ってる。じゃあ笑うかな笑うかな。何個笑うと思う？まあ全部笑ってほしいな。はい、ギリのお母さん、ねえなんで彼氏はトイレ中いの？トイレの中の私。分かんない、分かんないの。もう最初から分かんない。どういう状況か分かんない。トイレ、ギリのお母さん、ギリのお母さん、うん、娘に話す。ねえ彼氏さんってもうトイレ長くない？あ、彼氏、あんたの彼氏。そう、じゃあ娘に話してるね。あんたの彼氏、あんたの旦那、トイレ長いわね。そう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 、はい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 。でトイレに入っている私、うんこ以外詰まっちゃったああ、あ、面白いと思いますはい、でしょ。これ笑ったことにしてくださいやっぱこれ理解するまでがね、うん、ちょっとね、ジュリの翻訳が間にあるから、うん、ちゃんと理解するまでちょっと時間かかるけど、うん、これ最初に理解してたら笑ってると思う。はい、面白いです。面白いです。はい、面白いです。イエーイはい、次次、北朝鮮、韓国。面白くないです面白くないです何これ。アメリカのアニメだよ。これは同じ人だけど違う世界の同じ人、うん、北朝鮮、うん、でこれは韓国。面白さが分からない。分からない。なんか韓国はアイドルとかいるでしょ、まあ、メイクとかポップカルチャー分かるよ。でこれは北朝鮮、うん、アルミっぽい、うん、このアニメは本当は北朝鮮と韓国に関係ないけど合う。ああ、すいませんすいません、ちょっとわかんないですね。え、面白いこれ超面白い。めっちゃ笑った、見た時マジ、あ、確かにーって思った。まあ、確かにーとは思うけどね , 笑わねえな。次、えい、ベジータ。そうそう、あの上に書いてるのはお父さんはライトを取り替えてて椅子を動かさないでを私に叫ぶとき。怖すぎだろ。面白いけど。でしょ、面白い、面白い。怖すぎだろお父さん、はい、サボったなーっとこれ面白いじゃん。なんで面白い一番面白そうじゃん。どうした。次、家に誰もいないのに何か音が聞こえる、私の猫と私の顔。うん、なんだ面白い。へんって、うん、さっきの韓国のやつよりは面白い微妙だなこれ。あ、普通です。面白くないわけじゃないけど、はい、次次次、おい、これが面白いじゃん。スイッチが面白いじゃん停電になるけど任天堂スイッチを持ってる時、うん、面白い難しいね、ちょっと面白かった、うん、もうこれ文字いらないわ画像だけで面白いこれもだってミームでしょ。まあね、本当じゃないでしょこれ、うん、スイッチじゃなくて別のものを持ってる、うん、そう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 。いやー面白いぞ、ちょっとこれは OK、 イエーイ、笑いということでこれおもろい、面白い、うん、次、1月1日お店に行く、店員さんに聞く、パンはありますか。うん、だけど去年のだけど、私とパン屋さんの人、すいません、すいません、本当は昨日だけど1月1日だから去年、去年のパン、超悪いジョークでしょ。で2人ともぬか
って言われる。面白いこれ。面白い。確か。わかんないな。わかんない系でした。ああ。今日一番わかんない系だ。分かった。くそ。二人とも笑ってるけど、笑ってる理由は超悪いジョークだったから。これ笑ってんのか、楽しんでるんだね、二人はね。なんか次、はい、私、マスクはどこかな。私のめいっ子、めいっ子は勝手にマスクを取って、それを使って人魚と遊んでる。これ、マスクだよ。あ、そういうこと。そう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 。これがジョーかと思った。あ、めいっ子。なんでなんで。あ、ちゃんと状況を理解したら笑ってたけど、ちゃんと分かんなかったから笑えなかった。なんか言葉の壁が強いと思うよ。そう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 。説明されるまで待ったらもう笑えない。説明されたら笑えない。あ、もう冷めちゃう。自分で読んでってなるのはってなるんだけど、ね、これ無理っすよ。無理ですよ。はい。でも翻訳されても笑うやつって多分めっちゃ笑うんだよ。うん。次、ぷい。あの、え、これスパニッシュ？スパングリッシュ。スパングリッシュだよね。はい。食べ物のチンが終わるまで待ってる、うん、落ち着いて待ってる。だけどフォーク取ってないことを忘れた。いいねこれ。あ、面白いです。でしょ。一番面白い、一番面白いこれ。あ、できないからボーン。これ一番面白い。やって。じゃあ感想に行きましょう。じゃあジュリの一番面白い知りたかったでしょ。俺は決めた。一つ選べない。電子レンジかビジータ。ジュリってね、選べないんだよ。選べないの。なんかね、何でも選べないんだよ。いいじゃん。いいよ、ないよ。駄菓子を選んだから他は大丈夫でしょ。確かに、確かに。いいから選ぶんだよ。じゃあ電子レンジのやつが一番面白い。あ、そうなの、うん、確かに俺も選べない。ほら、電子レンジかベジータ。ほら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 、ベジータかな俺。ほんとにベジータにします、私は。分かった。でも結構笑ったと思わない？まあね、前と比べたら。ミームって難しいわ。言葉の壁がやっぱり超でかいんで、ミームって人に教えてもらって笑うものじゃないからね、多分ね。こうやって見て、こうやってやってる時、そういうもんだからな、うんうん、でも全部笑ったってことでしょ、ジュリー。私笑って、笑ってジュリーが面白いと思うものは俺が面白いと思わないとじゃない？もしかして。それかもしれない。スタイルが違う、二人とも。だから何でもいいから選べばよかったんだよ。そうね、またみんなに叩かれるね。もう今日最後だからね、もうやんないよ。やんないよ。そう。電池がなくなったので携帯でバイバイを撮ります。Y bueno, eso fue todo por este video. En verdad esperamos que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse a este canal y a nuestros canales personales, Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye bye. 左の目が開かない。花粉症でもう閉じちゃう。あの。うん。